藤が丘駅は、神奈川県横浜市青葉区藤が丘2丁目にある、東急電鉄田園都市線の駅である。駅番号は DT19。駅前の通りには、イチョウ並木が、萌木の柿の木台周辺には、欅並木が設けられている。駅舎改築前の藤が丘駅相対式ホーム2面3線を有する高架駅。上り線のみ通過線が設置されており、朝ラッシュ時は当駅で急行、準急の対比を行う。駅改良工事に着手する1999年までは、トイレ、エスカレーター、エレベーターのいずれも設置されていなかった。自動改札機は2000年に導入された。1日あたり、乗車人員の推移2020年度の1日平均乗降人員は 26,677 人である。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下記の通り。最寄りバス停留所は、駅北側のロータリーにある、藤が丘駅となる。当駅から発車する系統はすべて東急バスによって運行されている。担当は、青葉台営業所。1960年に免許された際の仮称駅名は谷本であった。これは駅設置予定地の地名である下谷本町に由来するが、1965年9月の常務会で藤が丘に正式決定した。付近に藤塚があることや野生の藤が生い茂っていたのがその理由である。開通直後の1966年11月には地名も藤が丘とされた。ありがとうございます。